アフリカの工場長を困らせてしまいました。商品制作の過程に完全密着。ポップアップまであと20日。使う布が決まったので、お次は布の水通しと布検品、買った布すべてを水通ししていきます。生地の中には水通しをすると色落ちしてしまう布や、もともと不備がある布が紛れていたりするので、水通しをした上で布に傷や汚れ、穴、色落ちがないかを目で見て触ってすべて確認。不備がある部分にはマスキングテープで印をつけて、作り手が裁断縫製するときに避けてもらうようにします。めっちゃくちゃ地味な作業なんだけど、この工程を挟むことで最終的な検品落ち率の削減につなげています。そしてアフリカ布に合うボディの色味、柄の出方を決めていきます。どの出方が一番可愛くなるかを話し合い、マスキングテープで印をつけていきます。使う糸の色も決めたら、作り手のオーダー準備は完了。制作を依頼するドミニク工場長のもとへ GO。 ドミニクとオーダー内容をすり合わせていきます。アフリカ布の柄の出方やボディ素材の色味との組み合わせは特に勘違いが起きやすいので、入念にすり合わせていきます。この葉っぱの布は、葉っぱが密集している部分と密集してない部分があるので、切り取るときには密集してる部分を使ってねと依頼。そして布検品したときに見つけた不備は必ず避けてねと伝えると、私たちの細やかさに工場長も苦笑い。それでもあなたたちの理想を形にするために最大限のトライをするよといつも言ってくれるドミニク工場長、そしてスタッフの皆さん、本当にありがとうございます。いよいよ過去最大枚数の制作が開始。次回は検品時刻で心折れる？